はい、今日は2006年ボルボステーションワゴン、V50。 はい、チェックエンジンライトがつくということで、前回入ってきました。調べたところ、吸気系ですかね、何か悪いっていうのがちょっとあったと思ったんですけど、まあ、エンジン側をちらちらと調べてましたら、ここに、はい、見えますかね、ブリーザーの、はい、ブリーザーのホース完全に割れてます。まあこれが原因かなと。とりあえずはこいつをまず交換してみないことにはいけないということで、これからこいつを交換していきます。はい、インテークのホルダー外して交換します。はい、インテークの上側がもうすぐ磁気外れますね。きますか、こうしてこうして上でまた専用工具で。こいつですね、このホース、お前ら形が、専用工具で、高い専用工具で釣ります。これいくらするでしょうか。こいつですね、ついでにスパックプラグも交換したいな。まずはこいつ交換して、でこのガスケットですね、一回外してるからこいつを交換して、でちょっと様子を見るって感じですね。はい、交換していきたいと思います。なんで破壊します。はい、新品です。新品は蛇腹がの部分がなくなってますね。こうつきますね、こうね、はい、柔らかいですね。結構分厚いゴム使ってるな、はい、これですね、ウロパーツをウロみたいな。ウロって言うんですかね、ウってスローガンですか。ここにメーカーじゃないですか、パーツウロって書いてありますよ。あ、もうここ割れとる、割れてますよ、ね、上も割れてますね。あ、完全に割れてますね、割れてますね。お、これが新品ですね。はい、対策品ですね。対策ですね。はい、で下は、下は残りが残ってます。あ、ここもゴムが若干残ってますね、割れて。本当だ、熱持つからある程度しょうがないんでしょうね。こもる場所ですもんね、やつが完全に。
ですね。はい、こいつを差し込みですけど、もう一個上も取らなきゃいけないですね、これね。よいしょ、はい、そこじゃないのかな、合ってますかね、入れた場所合ってますね、一応ここにやらんといかんですかね。で残骸を残骸がここをホースクランプにするか、あの鉄のギュッてやつをかすめるやつ、鉄でピッて引っ張って、はい、こいつをつけていきます。入るかなと思ってちっちゃいっぽいんですよね、なんとなく。ホースクランプ入るかな、あ、耳がちっちゃい、あかん、あかんすか。今ホースクランプを探し中です。ホースクランプが見つかりました。取り付けてます。裏で聞こえるのは FM 相模です。宣伝しておかないとコミッションもらってるんですか。なんかコミッションもらってるんですか。いやいやいや、コミッションなんかもらってないですけど。あ、はい、上側無事クランプつきましたね。ここにこうもがっと入るわけですね。よいしょ、はい、で次はこの下、下がちょっとめんどくさそうですね。ちょっと結構張りづらいな。まはい、無事下側も、クランプがつきました。はいね、ここのガスケットが入るんで、綺麗にして新品のガスケットをつけ復元して終了しちゃいますね。はい、まあとりあえずこの後コンピューターつないでいろいろやらなきゃいけないですけどね。まあこんな感じでやっていく感じですね。はい、あとちょっとで新品のプレナムバスケットつけてます。やっぱ新品はいいですね。はい、 FM 相模タコの刺身とか言っていいなぁ、食べたいなぁここではなかなか食べれない白もんですね。しかも高い、うん、足1本で40ドルかありえないあれの刺身でも茹でたやつですからね、一回タコ生じゃないですからね。はい、全部つきました。これをあとは戻していくだけですね。これでエラーコードが消えるといいですね。なんかボルボはこのブリーザー系がよく壊れるっぽいですね。確かこの下のこいつですか、オイルフィルターのハウジングリコールになってましたよ
こっちでやったのかな、おどうなんですかね、アメリカ州とカナダ州と違うかな、うん、じゃあぼちぼちつけていきますか。イカセンター、新宿イカセンター行ったことある。新宿イカセンターに煮干し飲みすぎて危うく降りる駅を乗り過ごしそう、降り過ごしそうになったのに浴びるように飲んだから日本語を言うと飲んじゃいますね、あの飲めないくせに、あのゴンゴーとか飲んだらもうベロベロよく僕は駅までたどり着けたなと思いましたねそうめんとか食べたいなぁ、港に行って。イカはあれなんですよね、足のやつ2本に先っぽになんか触手みたいなのがついてるんですよ、足の先っちょですか、あれは足なんですか、手なんですか、謎ですねなんか2本ぐらいが手があって、あとは足とか閉まった。挟まっちゃった。よし。もうちょっとですね。はい、無事。ねえな。はい、はい、装着完了でございます。はい、はい、エンジンチェックライトはついてません、消しましたが、まあちょっとしばらく様子見て、あとで試運転してみてですね。はい、こんな感じで完了です。